ちがもうなくなっちゃってる。ちょうどいいじゃないですか。逆に練習になる。いや、あいつなんか良くなってますね。ねえ、なんかいいっすよね。あれでさ、ゲート行くまでまっすぐじゃなくてさ、体が落ちてすねが倒れてくればもうすごい良くなる。今ビデオ撮った、今日ブログの世界よく見てる。背中向けろ、背中向けろ。お、今向いた。そう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 、一生懸命やろうとして、おー、いいね。おー、今頑張ったじゃん。今良かったぞ、やろうとしてるのが分かった。2年ぶりのスラローム、うん、だいぶ動くようになってきたじゃん。それ続けてみ。もうちょっと目線下げてきていいよ、ちっちゃい姿勢で。お、ストックついてきた。どうも。あ、今度ストックついてきたじゃん。その方が全然いいよ。もう一回続けてやってみ。忘れないようにね。早くついて、手は前ね。お、ついてきた、ついてきた。オッケー、今度ストックついてきたな。それ続けてね。ちょっとそっち入んないで、ビデオ、ビデオが、ビデオかぶっちゃうから。ストック忘れないようにな。もっと腰膝入れていいや、うん、とにかくおへそがポールの内側を通過するぐらいの意識。みんな良くなってきてるから、ほら。ああ、さっきよりいいよ。さっきより全然いいよ。うん、お前、そう、もう板短いな。もしかしてテストの隙、明日もしあると言って、みんな。オッケー、良くなってる。もっと体落としていいや。もっとすねを前に曲げて、それで体をポール向かっててみる。腰回んないから今日全然いい。